はい、ボトムのズル引きです。これはもう、言葉通りにボトムを、ゆっくりゆっくり引きます。これも早く引いちゃうと、割とトラウトってあのボトムにあるものを食うのは下手なので、なるべくゆっくり引いてあげてください。でずっと引いててもいいんですけど、私の場合は、途中で、魚に食わす、チャンスを与える意味で途中で止めます。引いて止める、引いて止める、引いて止める。でその止めた時にバイトがあるように、誘います。はい、じゃあそれやってみたいと思います。はい、でワンフリップ入れて、はい、いきます。ゆっくり引きます。ゆっくりですよ。早く引いちゃうと割と食いミスが多いので、で、まあ、ある程度引いたらちょっと止めますね。でこれで、食うのを待ちます。はい、これでバイトがなければまたゆっくりゆっくり巻いて、はい、ボトムをはわします。で、はい、また待ちます。はい、またゆっくり巻きます。はい、また止めて少し待ちます。はい、またゆっくりゆっくり巻きます。はい、今は引いてる間に食ってきましたね。はい、はい、フリップ入れて、ボトム着底まで待ちます。はい、ラインが足るなのでボトムにつきました。はい、ここからゆっくりゆっくり巻きます。ちょっとラインとロッドに角度をつけておきます。ゆっくりゆっくり巻きます。はい、今ちょっとバイトありましたね。はい、ちょっと止めてみます。はい、またバイトありましたね。はい、着底しました。はい、またゆっくり巻きます。ゆっくりゆっくり巻きます。あんまり早く巻いちゃうと、ルアーがボトムから離れてしまうんで、なるべくゆっくり巻いてください。はい、ちょっと今軽めのルアーを使ってるんで、さらにゆっくり巻きます。はい、また止めます。はい、今も最後止めて、ずっとこうついてきたやつが、最後バイトしたので、はい、はい、ポイントはですね、まあ、深くて、遠いならやっぱり重めのルアーがいいんですけど、もし近くで釣れるんだったらなるべくやっぱり軽めのルアーの方が魚が吸い込みやすいんで、食いやすいんで、軽めのルアーを使った方がいいと思います。